はい、皆さんこんにちは、渡辺久美です。では今回はギレンのガラクシーズの共有部レベル将軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回はアーバーワークこの大攻防戦を制することができたので、今回はいよいよグラナダ攻略作戦を、行っていきたいと思います。早速発動していきます。特別プランからグラナダ攻略作戦です。これより我が軍はグラナダ攻略作戦を開始する。目標は月面基地グラナダだ。諸君らの健闘に期待する。では早速部隊ですね。もうグラナダの横までつけてますので全部隊動かします。でその他ジオン軍の占拠しているエリアと隣接しているところにはモビルスーツ隊を配備して、しっかりそこで敵を食い止められるようにしておきながらですね、大部隊78という数をグラナダに送り込んでいきます。この中にはですね、もちろんヤザンのガンダム、これはねエース中のエースなのでこのガンダムで、あとですねアムロもガンダムに乗ってもらってます。なのでこのアムロのガンダムとあとはヤザンのガンダム、この二人がね前線を支えてもらう、そういう動きを期待しています。その他で言うと量産機が、いわゆる普通のジムからですねこのジムコマンドに徐々に移行しつつあります。スペック的にはだいたい 1.4 倍から 1.5 倍前後ジムから、グレードアップしている機体なので、まだまだ数は少ないんですけども、今後このジムコマンドを量産して、いきたいかなというふうに思います。では早速、時間を進めていきましょう。では、グラナダに入ります。ジョングの方もウィルスーツ隊62という数用意しているので、大激戦にここもなりそうですね。しかもジムよりは確実に、スペック的に優れた機体をジョングは投入してくると思いますし、パッと見ここにはビグザブ、ビグロ、ブラウブロなんかがいるので、これらをどう制していくかですね。まずは拠点を1つ2つ獲得したいので部隊を2手に分けましょう。こちらの拠点に行くものとこちらの拠点に行くもの、部隊を分けつつ、おそらくこの数だとジオン軍の方を迎撃体制を整えてくると思いますので、拠点確保する部隊と迎撃する部隊としっかり役割分担して進めていきたいと思います。では時間を進めます。さあ敵部隊迎撃に出てきましたね。ここはですね、どうしてもここを取りたいので、後部殺、撃破されるのを覚悟の上で、この拠点の上に陣取りましょう。残念ながらね、コアブースターだと制圧はできないので、次のターンでここ制圧できるように、にじり寄りをしていきます。ビグロが出てきていて、ビグザムがどこにいるかですね。ビグザムがここ、ここにいます。あと、ブラウブローがここですね。こういう強力なユニットにはガンダムを当てていきたいと思います。セーラさんはですね、今ここで、ブルージスティ3号機に乗ってもらってます。これで一度このブラウブローに攻撃を仕掛けてもらいましょうか。では、交戦状態に入ります。まず、どうしても倒しておきたいユニットとしては、ここのビグロ、ここのブラウブロですね。ビグザムはまだこの位置ですので、ビグザムに攻撃を仕掛けるときは、アムロ、ヤザンのガンダムですね。これうまく使っていきましょう。そったらいい。やってやるぜ。さあ、相手はビグロです。できればね、ここは支援攻撃である程度ダメージ削って、直接攻撃をかけるユニットには、被害がね、出ないようにしたいところですが、どうだろう。残念ながら倒しきれなかったですね。さすがだな、ビグロは。さあ、ここはセーラさんです。セーラさんはブラウグロ。ララー、あるいはシャリアブルあたりが乗ってるのかなって思うんですけど。
ここもブルーディスティン3号機。できるだけね、ブラウブローにダメージ与えておきたいですよね。いや、強いな。ジムだとちょっともう、まあ、歯が立たないというところまで来てしまっているので、まあ、消耗戦覚悟の上で、アムロ、ヤザン、このあたりに奮闘してもらいましょう。まあ、消耗戦をいかに早く、脱出するかというところですけど、早くもセイラさんが、やられてしまいましたね。この数が相手だと、アムロやヤザンのガンダムといえどもですね、前面に出しすぎると、あっさり落とされてしまう可能性というのもあるので、まあその、アムロ、ヤザンは、体力コントロール、耐久コントロールはしっかりやっておく必要あるかなと思いますね。では、アムロを一度ここに配置しましょう。制圧します。で、拠点上にいるので、もうあまり気にすることなくですね、索敵も入れて、しっかり攻撃を加えていきたいと思います。ここはもう合流させちゃいましょう。数が、まあ、少なくなってきてしまったら、合流せざるを得ないというところですね。で問題はここのビグロなんですよね。ここのビグロはもう絶対仕留めた方がいいと思うので、まあ、直距離攻撃仕掛けていきましょうか。で、ヤザンにはここまで踏み込んでもらって、ブラウブローを確実に撃破したいと思います。ちょっとヤザンがね、前面に出すぎて、撃破されてしまわないかという点は心配ですけど、まあもうここは思い切っていきましょう。ライラさんはどうしよう。拠点確保に動くよりかは、ここで前線を支えてもらった方が良さそうですね。このターンかなりポイントになるターンだと思います。各戦線で、具体的な内容はご紹介していきたいと思うんですけども、敵の強力なユニットをね、このターンで排除できるかどうかというところですね。バーニング隊は、ルックドムツバイに挑みます。撃破ですね。バーニング隊がちょっと耐久心配です。常に最悪のケースを考慮に入れねばならんのだ。ネズミがちょろちょろと仕留めてやる。ここはブラウブロ撃破できるかどうか。ヤザンのガンダムですね。撃破できそうです。ヤザンにダメージが少し出たのが気になりますね。ヤザンもどっか拠点に入らせて戦いたいですよね。ここはガンキャノンに乗った開始電が残りわずかまで削ってあるビグロ、これに攻撃を当ててなんとかね、ビグロを撃破してもらいたい。まあそういうシチュエーションです。で、ガンキャノン、ジムキャノン、この部隊は、この後、まあなんといってもですね、ビグザム、これに攻撃を仕掛けてもらいたいので、あまりダメージを受けないようにしたい。まあ、それもポイントなんですが、まあ、ここはあえてですね、もう残りわずかまで削ってあった、ビグロに攻撃を仕掛けてもらった。まあそういうシチュエーションになります。さあ、アムロはこの拠点に座ってもらいましょう。敵をバッサバッサと倒していってもらいたい。まあ、そういう場所に配置してあります。まあ、強敵、ブラウブロと、あとは、ビグロですね。これを撃破したので、あと残っている強敵、ビグザム。これをね、倒す三段をそろそろつけていきましょう。
うわぁ、ガンキャノン、ジムキャノンにめっちゃ攻撃仕掛けてくんなぁ。ここは残ってもらわないと、リグザムを仕留める手段というものがなくなってしまうので、まあ最新に注意払いたいところですね。バニング隊が撃破されてしまいました。たかがこの程度で。こちらは。よし、ガンキャノン残ったね。ここでガンキャノン残れたのは大きいな。ヤサンが危ないな。モンシアも撃破される。いやー、ジムコマンド宇宙戦仕様が数揃うのを待った方が、これだと良かったんじゃないか。まあそういうふうにも思っちゃいますよね。アムロも危ないな。ただアムロをここから下げるわけにはいかないので、困りましたね。ヤザンはもう一度下げざるを得ないな。まあアムロも一度下げましょう。撃破されてしまうとそれ以上に痛手なので。まあこのグラナダが一番の激戦になりそうな、そんな予感がちょっとしますね。ライラさんは安定して、どうでしょう、ここまで戦果を上げてくれてる感じはします。スレッカーさんも順調ですね。で、ビグザムをやっぱり早めに被害が広がる前に撃破したいところですよね。ビグザムがエネルギー切れを起こしているので、ここでビグザムを葬り去る絶好のチャンス来てるんですけど、残念ながらガンダムが今回復中なので、ビグザムに攻撃を仕掛けられる状態じゃないっていうのがタイミング的にすごく残念ですね。カイがやられた。これでビグザムに対抗する手段がガンダムしかなくなってしまいましたね。被害はまあ広がる中ではありますけども、まあ、どっかでやっぱり活路を見出していきたいな。ビグザムは一旦後回しにします。本来だったらビグザム最優先にしたいですけどね。で、武装ですけども、ハイパーバズーカに忘れないうちにガンダム系は変えておきます。さあ、戦線がかなり厳しいところですけども、ガンダムを戦線に復帰させていきます。まあ、ここで、なんとか、巻き返しようという狙いですね。だいぶ、お互いに、ユニット数が減ってきて、まあ、より落ち着いて戦略的に考えられるようになってきましたが、ジョン軍の方は早くも増援が入ってきてるので、まあちょっと中心部での戦いというのが長引けば長引くほど不利になるかなというのは考えられます。再三お伝えしている通りですね、危険なビグザムが、まあ、まだ中に、しかも拠点上に座っているので、ここからまず引きずり出すというところですね。で、ヤサンとアムロのハイパーバズカ装備のガンダムで一気に叩くっていうので、ちょっと、作戦として考えていきたいかなと思いますので、一度回復のターンを入れましょう。せっかくね、敵も勢いが弱まってきているところなので、しっかり回復を入れて、でビグザムをおびき出して叩きます。さあ、ヤザン、アムロ、サイバーバズカ装備のガンダムがビグザムに攻撃を仕掛けていきます。ヤザンの格闘であとどれくらい入ってくれるかですね。ヤザンは格闘も強いので期待はできますね。だいたい3分の2ぐらいを削れた感じですかね。もう一撃浴びせれば、ビグザムは撃破できそうです。ここまで一気に持っていきたいですね。ここは確実に、ビグザムを仕留めたいので、
アムロとジャザン2人で攻撃仕掛けましょう。とどめはアムロでビグザムを倒してもらいましょう。ビグザム撃墜です。では残りの敵ユニットの排除に取り掛かっていきましょう。さあ最後のユニットになるか。これで撃破すればグラナダが取れます。よし、もう壊すものはねえな。はい、報告します。グラナダ攻略完了です。レビル将軍、ついに全ての宇宙基地の制圧に成功しました。もはや我が軍の進路を阻む者は存在しません。ジオン本土攻略作戦を、これジオン本土攻略作戦はさっさと発動した方が良さそうですね。では今回はここまでにさせていただいて、次回はジオン本土攻略作戦サイド3へ進行していきたいと思います。